埼玉県埼玉市南区別所付近埼玉県道、東京都道40号埼玉東村山線は、埼玉県埼玉市浦和区高砂の県庁前、交差点から、東京都東村山市、久米川町の久米川町交差点に至る、都県道である。東京都清瀬市内には途中、埼玉県新座市内をかすめる形で、支線も存在し、多摩南北道路2号に属する。 一部の区間は1973年12月までは、浦和所沢線であったが、1975年に、バイパスが建設され、後に、こちらが本線となり、それまでの浦和所沢線は分割され、道路線の一部、川越新座線の一部、所沢大梅線の一部、及び練馬所沢線の一部に分割された。なお、 1994年4月1日までは13号、浦和東村山線だった。その後2001年には埼玉市発足に伴い埼玉東村山線に改称した。道路線は江戸時代の府中通り第三道と似たルートとなっている。埼玉県内は埼玉県の町のシンボルロード事業の対象路線に指定されているほか、 中浦和駅付近から田島交差点までは都市計画道路田島大巻線の区間である。片側1車線で信号が全般的に多いことに加えバスやトラックも多いため全線で速度が低下しがちだが特に道路幅が狭い埼玉県内区間で渋滞が頻発する。国道254号や信号宮ワイパスなど幹線道路との交差点で大きな渋滞が起きる。 ありがとうございます。